力の差は相当あったんで、もうチームとして割り切って戦術で引いて、カウンター狙うって話してて、まあ、前半うまくいきましたけど、後半、前半のようにうまくいかなくて、あの一本のシーンで決められてしまったなっていうイメージです。まあ、チャンス全体的にありましたけど、ここからまた厳しい試合になってないと思うし、なかなかチームとしても結果出てないですけど、やり続けるしかないなと思います。内容的にとことん引いてたので、まあ、一本取ってるか、あのまま守りきれれば、もっともっと、いい試合だったって言えるようになると思うんで、また試合続きに、ね、また頑張ります。